両親のいずれか、もしくは双方が、入国管理法違反で逮捕され、在留特別許可を求めたものの認められず、収容された後に、強制送還、残された家族、特に子どもはそもそも、日本でしか育ったことがなく、日本語しかわからない、親が強制送還された国に行ったこともなく、日本にしか生活基盤がない。にもかかわらず、親子が引き裂かれる、こんな事例が現実として起こっています。で、本件に関して、これ、政務三役の、皆さん全員に伺わせていただきます。まず、小野田政務官に伺わせていただきますが、政務官、2016年のですね、私、選挙公報、拝読させていただいたんです。その際に、子どもたちの未来に本気、すべての子どもを貧困、虐待から守る環境の整備と記載をされておりまして、すべての子どもたちを守る政策について、情熱を持たれているんだなということを思いまして、私自身、非常に共感するところであるんですが、このすべての子どもたちを守る観点としてですね、この入管法に関わる当事者、特に子どもたちと直接お話をして声を聞かれたことはありますか、教えてください。小野田法務大臣政務官。ございません。中谷。ご説明をいただきましてありがとうございます。今のお話、そういう外国籍の方で、まさにその多文化共生の中でどう順応していこうか悩まれている方々に対するお話ということ、本当にこう想像を絶するようなですね、本当に苦しい体験をされている子どもたちが目の前に現実としていらっしゃいます。そしてそれを救えるのは、まさにここにいらっしゃる皆様お一人お一人しかいらっしゃらないと思います。そういった現実を踏まえてなんですけども、この法案を進めていくにあたってですね、その当事者の子どもたちの話、ぜひこの入管法の改正案に関係する子どもたちの話を大臣に聞いてあげていただけませんか。続いて小野田大臣政務官。さまざまな方の声を聞くというのは非常に重要だと思っておりますので、お声は聞かせていただきたいと思います。ただ、日本は法治国家でございますので、感情ではなく法に準じてしっかりと判断してまいりたいと思います。中谷一馬君。今の